から終わりましたか。終わりました。いや懐かしい。そうなんですね。久々の大阪は。久々の大阪ね。10ヶ月ぶりで。10ヶ月ぶりで。懐かしいですね。ちょっとね。ここの箱もね、懐かしいんだよね。懐かしい。実はね。はい。20年前にね。なんちゃら年前に。なんちゃら年前にね。やったことがあって。感じてやったことあるそうですね。懐かしい。いいところなんですよ。照明もいいし、ステージも高いし。何の収録かははっきり見えますからね。楽しみ。ちょっと一応かまします。大阪ぶらり。どこ行くの？カフェに左曲がってみて。大阪ジャパン出身。はい。花様。カフェに行きたいと思います。左曲がってみて。左曲がろう。左向け左でございます。¡Suscríbete al canal!
まつなぎくイエーこれでいいですか、澤先生これでいいですか、オッケーオッケーみたいな、よかったでございます。はい、それでは告知に参りたいと思います。みんな帰る、あ、カイさん帰る、あと何十枚くらい行ってる、めっちゃいい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でございまする。新しい大学する大阪無事に10ヶ月になっちゃって盛り上がったね、盛り上がりましたよね、面白かった、面白かった。CD をゲットしてくれた方も多くて、チェキもね、いっぱい取ってくれて、興味を示してくれたということですもんね、 そうよ、ちょっとお疲れがですね、ちょっと若干見えてましてですね、さよならお互いがお互い任せさよなら今からどこに向かってますか、これは何が食べたい、なんか肉とか、肉、うん、魚とか真逆やな、ね、なんか肉も魚もあるところ、うん、居酒屋みたいな、ビール、ビール、ビールください、はい、あ、濃いめウーロンハイ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、晩御飯は何ですか、なんとギリギリ滑り込んだ串カツです、はい、ラストオーダーであと20分しかないじゃないですか、はい、あ、キムチー